今日は星の人さんです。相変わらずおしゃれ。ソフトドリンクも多いね。なんか。そう、今後の参考に。大丈夫よ。そんなかしこまった動画じゃないけん。最近ありがたいことに登録者数がちょっとずつ増えるけん。ありがとうございます。オッケーね。よし、じゃあ乾杯しましょうか。なんだ。ちょっと待って、吉江から電話かかってきた。かかってきた。ちょっと待った。ちょっと待ったよ、みんな。かかってきたよ。ちょっとは。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。まず最初はですね、アオサーをチュロスにしております。その上にキャビアを添えておりまして、手でお召し上がりいただくかも、フォークと何でご利用どちらでも大丈夫です。揚げたてですので、やけどに、ご注意くださいませ。失礼いたします。食べてください。なんか優しいお味やね。これ美味しいね。めちゃめちゃ美味しい。しかも本当揚げたて。ありがとうございます。すいません。綺麗ね。これ大根？カブ？あ、カブかな。そうね。カブって書いてある。本当だ、カブって書いてある。カブって書いてありましたね。綺麗ね。マテガイと菜の花の組み合わせ。すいません、ありがとうございます。すげえ。いい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。そうやね。ちょっと2種類今が来てからこうしちゃって。おいしそう。部長さんがでこく。ありがとうございます。ズワイガニ。これズワイガニっていうか、カニなんだ。めっちゃ綺麗。綺麗ね。綺麗。美しい。お次がですね、ズワイガニとカブをすりおろしてこちらもしております。スープもカニとカブのコンソメスープですね。来た。バイトルシムリクです。ありがとう。どうぞ。セコンどうなの？セコン。ちゃんと大丈夫や。
大変やったね。びっくりした。そらびっくり、あれ焦るよね。プレートいつもこう出すんだけど、それをせずに足が来てしまった。めちゃめちゃ香りがすごい。うん、見るからに美味しそうやもん。ノンアルコールのスパークリング。ノンアルコールのスパークリング、はい、ありがとうございます。柔らか、美味しそう。どうやって手をつければいいんでしょうか。ですね、これが青さの、はい、チュロスです。こっちがマグロとカブと、菜の花がマリネっぽいやつで、こちらがズワイガニのと、ズワイガニとカブかぶって書いてあるね。っていう感じです。何やったら水曜日で。何これ。ちかこさん力入ったらまた近いしね。そうそう、葉っぱが乗ってる。何やろ。何ですかこれ。鹿じゃないですか。鹿。あ、これが鹿とタケノコ。うん。ちゃんと伝えておきます、周りに。ありがとうございます。キュウリじゃねえよ。キャベツ。キュウリ。なんでキュウリって言った俺。なんで俺キュウリって言ったやろ。そらさすがにキャベツだけじゃないやろ。そもそも春キャベツでございまして、中に芽キャベツがございます。そうだね。黒毛和牛のステーキと赤ワインソースで仕上げております。パンも出来上がり次第お待ちしてます。ありがとうございます。芽キャベツどこにある？あ、本当やん。芽キャベツ入っとった。あ、これは絶対美味しいやつですね。美味しい。すごい。めっちゃ美味しい。
みんなの声でわかります。声でわかった。うん、ありがとうございます。この絵で何か書いたんですか。そうそう。